どうぞ。お邪魔します。はい、あいこちゃんです。じゃああいこちゃんいただきます。ごちそうになっちゃった、うん、じゃあ、なんちゃ、一緒に、ね、あら、あいこちゃんにごちそうになります。いただきます。大した金額じゃない。ありがとう。なにこれ、3つ。あ、ね、これ多分セットでついてる。あいこちゃん1個と、うとうん、あ、奈々ちゃん美味しいよね、ハッシュとポテトこれ大好きなの。私も大好き。ね、1個じゃ足んないのよ。朝しか売ってないのよね。そうだよ。普段も売ればいいのにね。多いよ、うん、あいこちゃんみたいなもんだよね。何それ、どういうこと。あ、ありがとう、落書きすごい。奈々ちゃんリスナーかな、すごい。こうやって見るのも面白いですよ。すごい、奈々ちゃんリスナーかな、すごい。落書き投げてくれてる。いただきます。 ありがとう皆さん。奈々ちゃんちょっと一服させてね、その前に。これいい、すごいすごい、ありがとう。これは何、無料っぽいアイテムなの。そう、無料なの。わー、すごい、奈々ちゃん。私イベント参加してないのにね。あー、江戸ちゃんありがとう。肖像、上級生、肖像画ありがとう。すごいすごい、奈々ちゃんからありがとう。奈々、ちゃん頼まなくても奈々ちゃんのリスナーさんやっぱできてるわ。奈々ちゃんリスナーさん、あやこちゃんとこ意外とね、共通のリスナーさん多いんだよね。そうそうそう。あとね、奈々ちゃんとあやこさんのリアットツこの間見ましたとかすごい言ってくれて、うん、あの新庄のやつ。結構ね、2人のこと好きな人多いんだよ、うん、最近、うん、最近ね。 ありがとう。あ、10倍ナイス、すごい、ありがとう。ゴールデン。あ、タバコで、うん、うん、はい、どうぞ。ちょっと運動したからね、30分、ほんと30分かかるんだ、ぴったり。この間ぶりだもんね、だってね。でさ、近所であんまり奈々ちゃんとさ、シラフで会わないじゃん。うん、シラフで、シラフで。この間もシラフだったもん。そう、ね、久しぶり、初めてのシラフじゃない、いつも酔っ払ってるね。シラフだとおとなしいもんね。え、奈々ちゃんもそうだよ。でも中原は結構増えてんだよね、コロナね。って言うけど、川崎の中で結構ダントツに増えてんだよ。でも、あー、そうなのか。でもやっぱりね、ふわっちリスナーも多いの、うちの近所。あ、そうなの。この間自転車で見かけましたとかね、うん、声かけてよって言ってるんだけど、この辺多いもんね、うん、やっぱ多い。そういうキャスト、やっぱりさ、便利だもんね、住むところね。うん、うん。うわ、ありがとう、奈々ちゃんリスナー、すごい。落書きだけでさ、順位が上がりそう。え、あ、10倍ナイス、ありがとう。奈々ちゃんから来ました、ありがとう。あこちゃんどうなの、流行ってるの。彼氏欲しいよ。恋愛はしてないの、好きな人とか。前は大好きだったっけ。一応ね、2人いる好きな人。今、うん、誰だ。いや、言えないよ、のこと。言うわけないじゃん。え、知らないと思うよ、奈々ちゃん。小峠。いや、それはない。あ、それはない。モンチッチみたいな子供がガキだよ。あ、私からしたらさ、息子だもんだって。あ、子供はダメなんだ。20代は無理だよ。うん。ありがとう、皆さん、奈々ちゃん。ペニーさんってどんな人だったっけ。あ、ペニーね。うん、ペニー、でも全身結構入れ墨だらけ、すごいの。あ、結構やんちゃ系なんだ。でもね、あのペニンチにもう3回ぐらい行ってるんだけど、お母さんが私のことね、うん、結婚してないから、ペニーが、うん、あれにしなさいよって。何、あれにしなさい。だから結婚しなさいよ。あ、嫁にしなさい。そう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 。したらあいつはね、うちの財産狙ってるよって言ったの。したらそれでもいいわよってお母さんが言ったんだって。それでもいいんだ。でもペニー金持ってる。いいじゃん、いいじゃん。亡くなったお父さん会社経営してるから、うん、お母さん役員だし。これは何にかけるのかな。ペッパー、なんだろう。あ、これかな。うん、ペッパーキング。古い、ね、古い。いちいち。でも昨日嬉しかった。ここはママがさ、落書き投げてくれて。あ、ママがね、アイテム投げてくれたの。そう、初めて。嬉しかった。よかったね、うん、嬉しかった。あ、皆さんありがとう。奈々ちゃん、リスナーさん、これをかけるのかな、こうやってね。いや、暇だからさ、もうさ、うん、家にいるのもさ、一人でさ、配信してさ、雑談してさ、うん、もうつまんなくなっちゃってさ。外全然出てないの。いや、買い物。買い物ぐらいか。うん、あとでも意外と守ってんだね、自粛。あ、カズピいらっしゃい。カズピね、奈々ちゃんのね、配信も好きなんだけど、 A 版だからコメントできないんだって。ありがとうございます。あ、ツイキャスがね。そう、ツイキャスが A 版だからコメントできないんだって。これね、男性の方。そう、そう。ちょっと見ていい、写真。いいよ。どうやって見んのこれ。ソプロヒール。
あー、若いんじゃない？スノー。あ、好きそうね、ナナちゃん。可愛い系好きだよね。でも小峠くんはいるからさ。小峠ね。でも仲良かったよね。すごいラブラブラブ。良かったよ。すごい楽しかったよ。本当。ありがとう、ナナちゃん枠からすごいコメント。みんな結構、ナナちゃんも今日やりな、ふわっち。1位だからさ。1位じゃなくなっちゃった、2位で。あ、りょうちゃんありがとう。女性部門1位だよ、女性。女性ダントツ1位だよ。やりな、1日。やりなよ。今日はできるけど、明日は多分できないんだよね。うん、まあ、今日さ、ふわ今日さ、4時間終わったらやりなよ。そのまんまってこと？うん。ナイスでさ、賞金1位、多分30万ぐらいだよ。あ、うん、ありがとう、奈々ちゃんから5倍。ありがとうございます。ウィありがとう。そう、ヒカルの、ヒカルがパクっていいよって言われて。あ、それヒカル君のやつなの？そう、あ、この間ごめんね、電話しちゃって、11時ぐらいに。なんで電話してたの？あれは、リスワンか。違う、ヒカルが、もうリスワンどうしても叩くって、オンラインコラボやってたのよ。うん。その時に奈々ちゃんに上がってくれたら、多分バーって、閲覧。で、あー、上がってってことだったんだよ。ごめんね。ええ。でも、私とコラボして400人、あの閲覧あってリスワン取れたの。だからアイコありがとうね。すごいね、アイコちゃんね。電話来てね。いや、最近かそっても150人ぐらいしかいない。全然だね。全員で100人もいるんだ、すごいよね。今300人ほら、今はさ、ナナちゃんがさいるからさ。でもさ、目の前にさ100人いると考えるとすごくない？100人いるの目の前。ああ、まあ確かにね、すごいよ。あー、ナイスも増えた、ね、ありがとう。うわー、すごい、ナイスも71人。よくこんな人見るね。なんでよ。あー、ナイスも増えた、ありがとう、71人。そう、ツバニャンが11人なんだよね。弾丸トークとかこれ見やすいよね、すごい。あーこちゃんも家でパソコンでやればいいの？パソコンね、配信者の人がくれるっていうの。お父さんが亡くなったから、お父さんの遺産で買ってあげるって、うん。な、そういうことね。そう、お父さんが使ってたパソコンでなくて。違う、お父さんの遺産がすごい何億ってくるから、そしたら買って、すごい、したら買ってくれるって言って。で、まあね、そういうなったら現金でもらった方がいいんじゃないの？まあ彼女にね、うん、彼女も3人ぐらいの配信者にパソコンあげてるのよ、うん。で、私ネカフェ代2泊分とキャスバーの飲み代とご飯もご馳走したのよ、うん。まあ面白い子なんだけど、逆に愛子ちゃんが払ったの。そう、だからもう愛子様、愛子様って言って、すごいもう私に感謝してるって言って。それ騙されてるね、遺産入る？お父さんの入るでしょ、やっぱり。10億円も入ってくる？何億円だって入ってこないでしょ。でも少しは入ってくるじゃん。うん、まあ少しはね。3日ぐらい前に亡くなったのに、配信でお父さんの遺産が入ってくるからさとかって喜んじゃってさ、お父さん、お父さん亡くなってるのに、そんな現金だもんね。怪しいよね、ちょっとね、話がね。うん、で食べよう、うん。あ、まずこっちから。ハッシュとポテト美味しいよね。私もう2個目いっちゃった。あ、早い。あ、やっぱり美味しい。あいこちゃんはいっぱい食べるのに、なんで痩せるの？痩せてないよ。65キロあるよ。これで？うん。身長が高いか。身長が高いからスラッと見えるのかな。うん、そうみたい。でもスタイルはいいよね。ほんと？いやいやいや。こう。コメント欄がもう賑わっております。身長ね、168。やっぱおばちゃんはおばちゃん同士謙遜し合うのかな。おばちゃん、おばちゃん NG だけど、うん、ね、まだ奈々ちゃん若いよ、30代もう36ぐらい、今年でなんな。あ、奈々か。そっか、あやこちゃん若いよね。もう50代よ、先月。若いよね。46ぐらい見えるね。46の時だよ、奈々ちゃんリスナー。そうだよね、うん、あん時のイメージがあるからね。うん、うん、もうあれから4年経ったんだね。うん、うん、
全然若い若い。これはランキングなの？そう、ランキング。もう18位。全然ダメなの、18位。もう6位までに入んなきゃ。こういうさ、イベントっていうの最高何位まで入ったことあるの？4位。すごっ。ごめんね、いい、うん。それはどういうイベントだったの？これはね、フワッチの CM 画像。うん。うん。あのスマホで撮って。いつ放送するのかわかんないけど。あ、CM の中にこう出演するの画像で。そうそうそう。動画じゃなくて、ね。動画で、動画でそのスマホで撮ったやつをね。7秒以外、7秒以内に撮ってくださいって言われて。結構面白いイベントばっかだね。さっきも朝話してたね、ツイキャスのイベントはあれだよね、うん、盛り上がらんもんね。これはどこで買ったの？この半袖バージョン初めて見た。これに去年買ったの。ほんと、うん、新宿。あいこちゃんの先駆けだね。そうよ、ね、私より前に来てんのもね。そう、あらまあ、だってトマトのトレーナー一昨年買ったの。あ、ほんと。でも、うん、ほんと流行る前だね。うん。でも全種類はほぼ全種類持ってるよね。もうでもあとで鼻になんかゴマが。ゴマ？ここがここ、ここ、ここ、ここ今口のとこに。え？ゴマ？ゴマが、あ、だいだい取れた。これは油ギトギトだ。こっちでやる。めっちゃ油ギトなるほど。ありがとう。ね。美味しいわ、朝マック。で、もう一人って誰？何が？もう一人。いや、もう言えないよ、こんなたくさん何千人。言っちゃえばいいんだよ。みんなの前だからこそね。でも、ゴールデンウィークに、ある人と、婚姻届出しましたって言ったら、結構みんな信じちゃって。誰だろう。多分知らないと思うよ、奈々ちゃん。誰言えない。若い子？うん。配信者？あ、配信者。誰言っても大丈夫だ。二人とも配信者。誰？あ、よくナイス言った。ありがとうございます。嬉しい。これは？なんかお腹いっぱいになっちゃう、どうぞ。なあ、もう奈々ちゃんっていつもお腹いっぱい残すんだもん、無駄遣い、無駄遣いなんだもん。いやいや、あやこちゃんよかったらどうぞ。でもさ、温めてこれさ、蓋してさ。あ、また食べれるね。うん、明日の朝とかでもいいかもしれない。